はい、ごきげんよう、ケントです。販売報告、第1弾でございます。闇取引をしたスラムダンク、スラムダンク全巻2000円ということで、全巻、はい、2000円です。ありがとうございます。売れました。早くで、多分今までで最速で売れました。スラムダンク全巻31巻ですね。5000円で出していたところ、速攻で落札されました。ということで発送ですね、今からやっていきます。よし、さあそれでは利益の方を計算していきましょう。という前に、これ言ってないのがまだあります。動物の森 2DSLL のやつですね、売れました。売れましたよ DS。 なんでそちらの方もね、追加して利益の方を出していきましょう。それではまずスラムダンク5000円で出品をしておりまして、落札されました。手数料が500円引かれまして、4500円販売利益。ただこれ送料がですね、まだ引かれてないんですね。いろいろ調べてみたら、このスラムダンク受け取った方がまだ受け取り報告をしてないと。で、受け取り報告がないとこの送料が出てこないらしいんですね。ただサイズ的には100サイズで発送してるんで、1000円、送料が1000円かかってるということで、純粋な、販売利益でいうとおそらく3500円になるのかなと。仕入れが2000円でしたから、3500円から2000円を引くと1500円の利益と。あの手間だけで1500円、十分でしょう。ナイススラムダンク。さあそして次ですね、ニューニンテンドー DS 飛び出す動物の森パック値下げをして16,500円と落札されました。で、販売手数料が1650円で、送料がちょっと安いんですよ、380円。これですね、サイズがちっちゃいと専用の箱に入れれば送料がね安くなってあって、今回それを使いました。その箱代が65円だったんで、これも65円プラスしておきましょう。販売利益が14,405円になりますね、箱代を引いて。で、これの仕入れが12,260円だったんですかね、を引くと4,145円の利益。素晴らしい、4000円オーバーの利益が取れました。やりましたね。狙い通りでした、この動物の森に関しては。素晴らしい。ただね、もう一個ね DS があるんで、同じようにね売れてくれればと思っております。さあ、やっぱ売れてきたぞ。さあ今回までで売れてるのはこの2つです。販売報告の方は以上です。それでは CA でオーバーでどうぞ。今日の仕入れは古着を仕入れようかなと思っております。袋にね詰め放題の古着があるということで、早速向かっておるんですが、一応電話して営業時間とかもろもろ聞いたんですけれども、ざっくりというか、11時から12時ぐらいにオープンしますかねみたいな、結構ゆるふわな、お店さんでございまして、年配の男性の方が電話出てくれたんですけど、カメラは絶対にやめてくれと言われております。インターネット系とかはもう絶対出さないでくださいと。サイバーパトロールやってますって言ってました。しっかりチェックしてるんで、出してもすぐバレますよみたいなねことを言われましたんで、やっぱお店のルールはね守らないといけないんですが、どうしてもここで仕入れたいという思いもありまして、今回は仕入れの映像はなしとなってしまいます。すいません。後で帰ってね、品物をご紹介しようと思ってますんで、どうぞお楽しみに。はい、ということで仕入れから帰ってきました。思ったよりねお客さんいなかったです。はい、仕入れをしてきました。店内をじっくり舐めるように見て2時間ちょっとですかね、全部見て回りました。で、詰め放題の袋をパンパンにして帰ってきましたんで、そちらの商品早速紹介していきましょう。女性ものですかね。
こちら女性用のドレス、ワンピースかな、女性用タンクトップ、女性用トレーナー、エマだって書いてます。女性用ジャケット、女性用シャツ、リー、女性用カーディガン、セシル・マクビー、リズ・リザの女性用ロンティ、女性用の上着、セシル・マクビー、女性用コート、子供用ベスト、子供用オーバーオール、子供用のシャツ、女性用の上、女性用の上、女性用のパジャマ、タオル生地です。花柄のジーパン、女性用ズボン、女性用ズボン、女性用スカート、女性用ズボン、オーバーオールかな、女性用スカート、女性用ビームスのズボン、スカートオリーブでオリーブ、ワンピースかな、ラブボート、ホットパンツ、スカート、スカートっぽいズボン、ホットパンツ、女性の胸に当てるやつ、目札付き、入れた覚えのないスケスケの布。以上が今回仕入れた古着ですね。この袋に詰め放題でした、今回の古着。やっぱね、古着というかシミがついてたりとか破れてたりほつれてたりっていうのがほとんどでした。ただしっかり見ればまだ新品でラベルがついてるやつがあったりとか、僕でも聞いたことあるようなメーカーのものもあったりと、まあ探せば、あ、これいいなというものはありました。なんでそれをよりすぐってよりすぐってよりすぐってさっきの袋にいっぱいにしてきました。で、僕は大事なことをまだ言ってないでしょ。この袋で洋服いっぱいいっぱいにして、なんと500円、安くないですか？めちゃ安いでしょ。極端な話、これ全部売れないとしてもまだまだ着れそうな新しいやつに利益500円乗っけて、それさえ売れれば赤にはならないと。その他ね、その次その次その次、売れればそれが丸々利益って考えたらいいんじゃないかな。まあ袋をいっぱいにして、会計を済ませようとしたんですけど、そのレジの横の棚に、まあ、ちょっとした小物とかがバーって置いてあって、軽く見たんですけど、その中で面白そうなやつ見つけました。こちらトランスフォーマーフィギュア。調べてみたんですけど、この超ロボット生命体トランスフォーマーっていうの自体は結構古いんですよ。多分ね、30年前とかにあったやつで、それの、マイクロン伝説というシリーズが20年前ぐらい約放送されてたやつらしくて、めっちゃ年代物ではあるんですね、このフィギュア。今人気のあるやつっていうのももちろんいいんでしょうけど、かなり時間が経って普通では出回ってないだろうというものじゃないですか、こういうの。ひょっとしたらこれ高く売れんじゃねえと思って仕入れました。300円でした。ということで、今回の仕入れは袋いっぱいの古着で500円、このトランスフォーマーのフィギュアで300円、レシートもらいました。800円で、あとはね、これを一個一個出品作業していこうかなと思います。結構ね、大変な作業ですけど、一個でも売れれば儲けもんなんで、早速出品していきます。それではまたお会いしましょう。テン、バイバーイ。あ、もしもし、はい、ベンツの S クラスが欲しいです。はい、支払いは転売払いで。できない？なんで？